ガムチャンネル。皆さんこんにちは、GM ガムです。ガムチャンネル、ガムチャンネル、やった来ました。今回のガムチャンネルは、ゴールデンウィーク行くならどこに行ってほしいですか、おすすめスポットを紹介。さあ今回ゴールデンウィークは10連勤ぐらい、10連勤、働きすぎでしょ、10連勤ぐらいあるみたいですね。はい、なんでこの10連休、まあ、各々こう、まあ、出身バラバラじゃないですか、はい、ここだけに石川県にしちゃうんです、独特な帽子の被り方かぶってもいいんじゃない。そうね、はい、石川県出身には、まあ、その各々の出身地かわからんけど、はい、10日間、そうですね、10日間やる、どの独特な帽子の被り方よくない。はい、ということで、各々のゴールデンウィーク、行ってほしいならどこに行ってほしいかということでね、はい、おすすめのスポット紹介しますので楽しみにしてください。よーい、スタート。はい、ということで、今回私がご紹介するゴールデンウィークはどこ行こうかでしょうか。ということで、私、皆さんにゴールデンウィークここ行っていただきたいと思う場所、そう、私の地元石川県、ドーン、石川県でございます。ということでね、石川県新幹線で、もう行きます。車でもね、行った際にはね、ぜひ私が今からご紹介する場所は金沢駅からバスも出てますんで、チェックル。ということで今回は、私が言いたいことはですね、九谷茶碗祭り、バーン、九谷茶碗祭り、5月3、4、5、3日間連続でやっておりますんでね、九谷焼という、伝統ある、工芸品がね、素晴らしい作品がたくさん並んだお祭りをやっております。そういうものをね、手に取って見る機会もなかなかないと思います。お皿だったりね、コップだったりね、様々なものがあります。ぜひね、そういうものを手に取っていただいて、伝統をね、感じていただきたいなと思っております。そしてお腹が空いてきますわな、そんな時、近江町市場、近江町市場、近江町市場、石川県新鮮なお魚揃っております。ぜひね、海鮮丼たくさんお腹いっぱい食べていただいて、これが本当の魚かよって、もう魚かよって言ってください。食べながら店員さんに、これが魚かよってね、言っていただいて、お腹いっぱいになったところで、兼六園の方にレッツウォーキングか、ウォーキングしよう。兼六園の方に行っていただいてね、日本三大庭園でございます。石川県に日本三大庭園の一つがあるんですよ。そこで素晴らしい景色をご堪能ください。そしてそこにしかない苔を写真撮ってください。そしてパワースポットでパワー感じてください。そう、あなたはスーパーマンだ。ということで、疲れた体を癒してくれるのは、そう、和倉温泉。そう、温泉でね、心と体を癒していただき、その一日を、そして思い出を胸に秘め、ゆっくりと旅館で疲れておってください。それが石川県、素晴らしい時間を過ごせる僕のプランです。あなたの知らない石川がそこにある。以上、ゴールデンウィークはどこ行こうかでした。 Thank you。